3、鶴崎くん、関西学院大学。鶴崎君の記録は 45m76。 このあとトラックでは男子2部 5000m 競走決勝が行われます。この種目の関西学生記録は13分20秒43、大会記録は14分16秒53です。男子2部 5000m 決勝、まもなくスタートです。このあとトラックでは男子2部 5000m 決勝が行われます。選手を紹介します。横山紫音くん、大阪学院大学。桐月武人くん、関西福祉大学。真島亮斗くん、明治国際医療大学。堀勝武くん、神戸学院大学。阿賀安尾くん、放送大学関西。有田裕也くん、関西福祉大学。松井裕穂くん、佛教大学。中島亮くん、大阪大学。前田匠海くん、大阪公立大学。白石豊くん、摂南大学。佐野亮介くん、大阪公立大学。鶴田智恵くん、神戸学院大学。花岡弘直くん、大阪学院大学。坂東健くん、大阪大学。渥美康生くん、明治国際医療大学。篠原亮太くん、放送大学関西。吉川新太くん、関西福祉大学。上田光一くん、兵庫県立大学。若い陽平くん、神戸大学。谷川康介くん、大阪大学。
田中雄也君、明治国際医療大学、小野博直君、滋賀大学、垂水雄介君、龍谷大学、宮内浩志君、龍谷大学、永田修吾君、京都府立大学、総和勝樹君、摂南大学、増田和真君、佛教大学、万良介君、龍谷大学、服部柚月君、大阪国際大学、江川修馬君、桃山学院大学、藤田剛君、摂南大学、谷垣聡君、神戸大学、以上32名が出場です。女子走り高跳び決勝、1m76 への挑戦、藤内さん、関西学院大学、残念ながらこの高さはクリアなりませんでしたが、ベスト記録 1m73 の記録で初優勝です。おめでとう。
大学。続いて藤田君、津南大学。
近く関西福祉大学、続いて松井君、福祉大学、開幕の先頭にまもなく 30m を通過、 30m の通過は9分4秒です。この 1000m 37秒、石川君、関西福祉大学、続いて辻田君、福南大学、待ってきたのは宮内君、龍谷大学、福祉大学、続いて辻田君、福南大学、なんと宮内君、龍谷大学、先頭まもなく 4000m を通過、4000m の差は12分10秒、 4000m は3分6秒、飛び出したのは藤田君、福南大学、続いて川郷君、大阪大学、その後ろ宮内君、龍谷大学、それを追うのは坂東君、龍谷大学、坂東君、大阪大学、まもなく
宮崎君、龍谷大学。それを追うのは坂東君、大阪大学。Thank you.